総領事の飯島亀太郎添田寿一と神谷忠雄カリフォルニア州外国人土地法は第23代カリフォルニア州知事ハイラム・ジョンソンのもと、米カリフォルニア州議会で1913年に可決された市民権獲得資格のない外国人の土地所有及び3年以上の賃借を禁止した法律。法律の条文は日系人を特定する言葉はないが、日系移民の数が増加し経済進出が著しかった背景、及び当時アジア系移民に市民権獲得資格がなかったことから、日系人を締め出す目的が明白であったため、排日土地法とも呼ばれる。また、法案起草者のウェッブ・ヘニーは、この法案は、農業において、日本人がこれ以上発展するのを防ぐのではなく、カリフォルニア州から日本人を追い払うことを目的としている、と述べている。後に、アリゾナ州などでも同様な法案が通過された。日本からは在ニューヨーク総領事の飯島亀太郎、添田寿一、神谷忠雄が法案に反対するロビー活動に当たったが、うまくいかなった。カリフォルニア州選出の民主党党員の上院議員、E.N. ジェームズ D. フェロンや、カリフォルニアオリエンタルエクスクルージョンリーグ、E.N. ネイティブサンズオブザゴールデンウエストなどの運動により、住民発案により、法の抜け穴をより厳しく制限した法律が1920年に成立した。ありがとうございます。